はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。うん、今日は何ですか？今日はアジングやね。うん、いつも通りの。はい。昨日、生島レゲエ祭。はい。2022、何年ぶり？ 3 年ぶりぐらいやったかな。3年ぶりですね。ああ、うちの地元の先輩たちが開催してくれてね。はい、僕らもそれの、ちょっとなんか参加して。はい。はい。お手伝いさせてもらったんですけど、はい。今日はその時に来ていたラガマフィン。はい、兼釣り人である、はい、あ、僕もね初めて会うんですけど、もう多分皆さんも全く見たことないと思うんですけどね、うん、そういうアーティストが行きに来てくれたんで、はい、釣り行きたいねっつって、はい、今日はアジを釣らせたいなと思って、はい、来ております。はい、はい、もう来てるんですよ今。ちょっとね、うん、温泉でも入りよっつって、いい温泉にね入って今上がって来てる最中なんで、はいはい、来たら一緒に道具持って防波堤に行きたいと思います。ます、はい、じゃあそれじゃあもう来る前にね、いろいろノットとか組んで準備しておきたいなと思います。はい、はい、ゲストね、やっと到着したんで、はい、誰もが見たことない、はい、僕も見たことないね、うん、ゲスト、こちら誰？ジャマイカで一番有名な日本人レゲエダンサー、ジェイことジャケン AK コンブレットです。イエーイ、はい、ということで、お前かっていうね、うん、その気持ちわかります、はい、その気持ちわかります、ね、ということで、今日はちょっとね、ケニースタイルで、うん、アジを釣っていこうぜってことで、はい、はい、フューチャリング実はもう一人ね、もう誰も見たことないね、人います。え、どう？あ、ケニースタイル、黄色の方黄色の方はい、ひかりちゃんです。ピファニー、はい、インスタ赤は、2人のインスタ赤は概要欄に載せとくんでフォローしてあげてください。はい、めちゃめちゃ有名人です。はい、僕なんかより。ただ息では有名とか有名じゃないと関係ないです。釣るか釣らないか、はい、はい、そうです。その世界に足を踏み入れた2人に息の洗礼を、今回は今回なんかえらい動くねダンサーだから、前回アクティブに行こう、はい、みたいです。温めながら、はい、アジングをしながら、あのレゲエダンスのいいところを、はい、お伝えできればなということで、はい、何よりも楽しみながら釣りしたいなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ現場行ってみましょう。イエーイ。じゃけん、ここはなんて場所っすか？ここは湯の本っすか？湯の本っすね。じゃけんとひかちゃんが来た瞬間、風が止んだと思ったらまた吹いてるっすね、うん、若干若干、はい、なので早々に準備しておきましょう。はい、はい、ていうかもうワームつけて投げるだけしてますんで、さすがですね。楽しんでいただこうかなと思っております。ありがとうございます。はい、県外から来てくれるってことでね、いっぱい追加しときました。じゃけん選んでいいよ。ジグネットはもうつけてるけん、うん、おー、これいく、うん、渋いねお目が高いってやつですか。銀コシラス UV いっちゃいます。ピクトさんのフィジットヌード、うん、2.7 インチ、そう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 、8パックスも入って8ピースね、シラス UV っすよ、銀コシラス UV。 はい、こちら、世界のジャケンお墨付きのワームということでね、これで釣れた経験しかあるっすね。あー、そうよね、俺もね、うん、これで釣れた経験しかあるよね酒まんのやつやん酒まんのやつ友情室、酒まんくんの情報はこちらの昼までね、いい肉食わしてもろて、うん、釣りも行ったんやけど、昼全然釣れんくて、うん、もう帰っちゃいましたね、うん、また肉食べた、そうそう、最高でした。味釣れんけど肉食うっていう、はい、酒まんくんめっちゃ面白い、うん、酒まんさんのインスタ赤はこちら酒みき、昨日友達になったんでフォローしてくださいいないのにここまで盛り上がる酒そうです、やばいやばい、爪痕残して帰ったからね、はい、はい、ということでちょっと絡まってるんで、準備できた映像どうぞ。道具のセッティング完了しました。はい、詳しい説明いきます。ひかりちゃんから、プロト最終プロトになるかな、プロト1、プロト1強いやつ、動画見てくれたら分かる、で、1000番台に、はい、P04 のリーダー20の 2g のアジスタに、フィジット2.5、フィジットじゃない、ブリリアント 2.5 インチのアミレット、はい、っていうセッティングです。はい、次は J、 はい、J はアマテラス、アマテラス、仙台アマテラス、
パパウ、マジの杯時代の、うん、わお、アマテラス2000番に03の P に多分1.755 のリーダーに 2g のアジスタにフィジットヌード、さっきのなんとか銀行なんとか、はい、勉強になる。僕はこちらマスピーニー1000番 SL03、リーダー08の 1.5g のシャクディに銀行極みグロ、はい、ポウポウですポウポウですポウポウ、はい、で1年ぐらい前に投げ方とか教えたんで何も教えません。はい、はい、じゃスタート、スタート、はい、各自スタートです。早速1投目を投げていってます、はい、まずね、やっぱ何よりも釣ってみせることがね一番お手本になるかなと、うん、そうですね、思いますが、はい、ここ相当半年ぶりぐらいに来たので状況分かりません、はい、なんで、まあ、15秒ぐらいのところのレンジからちょっと一回上げ気味に引いていきます。浮いてる感はないね、パシャってもないし、そうですね、うん、なんでちょっと潮の流れとかを感じながら釣ります。はい、マジで味紙がここに来るのが相当珍しい、うん、っていうイメージ、まあ、カメラ回す時に、来たー、1投目でございます。来たー、1投目に味が釣れるスタイル。いや待て、これは味じゃない。何味だ。あ、味あ取ってたのか。取ってました、ごめんなさい。マメアジじゃないんやけど、ちょっと待って、ね、どんぐらいか。22センチ、はい、細身、あんま食えてないっすね。ということで1匹目ゲット、はい、1投目、はい、おお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 、北振りがうまいですね。おとり来た、おっと、なぜかへっぴり腰でやる。なぜかへっぴりでやる。本当に魚大きいんじゃないですか。いや、大きくない、もう俺わかるもんだ。わかる。大きくはねえだろ。おお、ゲッチュ ー、 イエーイ、2投目でした。はい、最高、さすがです。J でも2投目に釣れる。一気の島、いい島ですね。早速釣ってましたけど、味。いやもう最高ですね、やっぱ引きも最高。アジ兄が釣ってくれたんで、はい、ちょっとあの勢いづいて、はい、俺にも来んじゃないのとか思ったら来ちゃった、うん、ありがとうございます。さすがでしたね、2投目。ありがとうございます。アジは確実にいます。はい、さらなるでかいアジを釣るために頑張っていきたいと思います、はい、目標は、目標105円アジ、はい。言いたいだけっす。言いたいだけ、はい、じゃあ頑張ってください、お願いします。はい、ルコービワゴン、ポン、ちっちゃい味が、うん、久しぶりに来たけど、うん、でも丸もそんな感じやったかな。ちょっと塩とか見てないよ、ちょっと塩とか見ていい、うん、はい、どうでした。干潮塩止まりなおですね。19時29分、うん、塩止まりで、はい、今22分なんですよ、はいはいはい、でこれはあの僕の東エリアなんで、うん、まあ、勝本町西エリアなんで10分ぐらい早いってことは潮が動いてない、うん、で風で流されてるだけっていうことで2匹目、はい、こっちも、あ、ちょっと大きいかも、さっきより。お、あ、でもまだ終わんないか、あ、ちょっといい、え、ねえ、大丈夫大丈夫、また来るよ。あ、いや、でもいる、いや、ついてる、おるかい、どっちなんだい、いる、あ、イエーイ、イエーイ、出ました、出ました、お、いい味、わぁ、息っぽい味、やったー、ガチャーンさ、息っぽい味、釣ってもらっていい、息っぽい味、あー、すごい、はい、遅い、ごめんなさい、遅いのよ、もうそこまで来ちゃってるのよ、これまあちょっと小ましな感じ、はい、イエス、ポウポウポウ、23秒ぐらいのとこ、はい、言いました、いい味ですね、うん、これはまあ、うん、それなりにちょっと戦った感じですね、はい、ジェイ選手、イース、いや、どうですか。いや、やってます、もうやってるっすね、はい、とにかく楽しいっすね、うん、やっぱね、こう息に来たらいつもさ、都会の雑踏の中で生きてはりますやん。そうなんですよね、はい、ね、ビルの
狭間とか歩いてるわけやん、はい、そうですね。あ、自然あふれる田舎で、はい、呼吸するだけでもうサイ&コー、そういうことになります。そして見てこの満天の、満天の星空チャンス。はい、映ってないです。なんかさ、やっぱみんな言うよね、都会の人、息来て星綺麗みたいなさ。いや、星綺麗っすよ。多分星自体は一緒なんじゃね。ただその息暗いけん、はい、よく見えるだけであって。なるほど。僕らが見上げてる夜空っていうのは一つだろ。出た。あれ。あ、こんばんは。こんばん。ものすごいひげ生えてるっすね。マジ？ああ、大丈夫っすか？なんか。朝剃ったんすけどね。朝剃ってそれ。特殊能力。はい、ということでムーニーが遊びに来てくれました。はい。お疲れでした、レゲエ祭。いや、お疲れでした。はい、いろいろ準備とか大変やったと思いますけど。いやいや、準備鉄道でもろてありがとうございます。いえいえ、僕らね、もうカレーなんか売っちゃってね。マジあれ好評やったっすよ。うん、よかったよかった。来年もまたやりますか、壱岐島レゲエ祭。やります。やるそうです。はい、よし。じゃけん、はい、来年も壱岐島レゲエ祭来てくれるかな。いいとも。あ、ごめん、全然映ってないわ。だいぶ逆光やった。おる。お、これは試合が始まったのではないでしょうか。おる。お、来ました、間違いなく。はい。あ、限界稲田さんのアジ。あ、遠いな遠いな。映える。うちのチャンネルには珍しい女性アングラーです。アングラーではないか。おめでとうございます。イエーイ。はい、チャッ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 。どこ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 。あっちの方。あ、あの辺全く映らんすね、うちのカメラじゃ。エギングやってみる。じゃけんエギちゃんもやりてみたい。エギちゃんやってみたい。あ、イカ釣りたい。ちょっと準備しよっか。アジなんかあんまり大きくないけん。おい、ココロブランド来ました。よいしょ。おー、でかい。やはりムーニーが持つと全然でかい。全然でかいでございます。緑ね。色味がおかしい、これ。何これ、どうなってんの。おめでとうございます。イカちゃん、イカの準備ができました。はい、じゃあこれ使ってもらって。はい。それ違うんすか。どれどれ。あの角、あれはイカやね。イカっすよね。イカイカ。あいつ絶対釣れるやつや。5メーターぐらい離れたとこに。あんまり直撃したら逃げるじゃん。奥に行くよ。そうそう。オッケーオッケー。あ、もう行きよらん。行ってるっすね。ちょっとちょんちょんって。まあ、そのまま待って。そのまま待って。そのまま待って。ちょっとちょんちょん。釣れちゃった。おめでとうございます。これはちょっと可愛いサイズなんで、数リリでいいですか。数リリで、数リリしましょうか。かわいい。また釣ります。はい、なんか勝手に釣れてました。おめでとうございます。ありがとうございます。よし、逃がそう。あ、釣れてきよ、釣れてきよ、釣れてきよ。やばい、これ釣れるぞ、釣れるぞ。スーッと沈ませよったら食う。あ、ジャケンのに行った。ジャケンそのままぞ、そのまま。あー、逃げた。一回ピックアップ、一回上げて。来てる、うん、来てる感じ。いや、ヒカちゃんは釣ったけん、ジェイに釣ってほしいよね。イカ釣りて。真面目に見えイカ釣るのは今みたいな感じ、はいはいはい、ちょんちょんってこう見せて止めるか、はい、スッて落としてこう。あれが目の前にいる。おるんよね、はい。あいつでかいん。はい、
ということでですね、あのあとひかりちゃんがイカ釣ったとちょっと粘ったんですけど、イカめっちゃおるのに釣れないっていうね、やっぱ見えイカは難しいですね。確かに、はあ、でちょっともう今日ねゆっくりしたいなってことで、レゲエ祭後なんで、はい、これにて終了します。はい、でです明日の午前中デイアジングで尺アジを釣ろうかなと思いますんで、はい、ちゃうぜ。いいですか、次こそは。はい、今日の丸も造船はなかなかツンデレやったってことですね。確かに。で夜やから明日はこう明るいとこで見やすい状態で2人にね釣ってもらおうかなと思います。はい、頑張るぞ。お願いします。はい、ということで次回お楽しみに。はい、バイ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 